ジェンマとは、鈴木が製造を販売していたスクータータイプのオートバイである。この車両は1980年代に製造されたシリーズ車種と2008年から製造されていた 250cc のジェンマがあるが、エンジン形式やデザインなど、名前以外の共通点は皆無である。ジェンマ125ジェンマは1980年にホンダタクトによってもたらされた。 スクーター復活ブームに乗って鈴木より1981年から製造・発売された鈴木復活スクーター第1号の原動機付き自転車及び小型自動二輪車のスクーターであり、排気量別に3種類のシリーズ車種として販売されたベスパ PX 系に似たスタイルで 50cc 及び 80cc のエンジンは 強制空冷2ストローク単気筒で 125cc は強制空冷4ストローク単気筒エンジンが搭載されており変速機はスクルーターで一般的な無断変速機を使わずに3速オートマチックトランスミッションが搭載されていた後に外装や排気量などを変更するモデルチェンジを受けジェンマクエストという社名で発売され続けたが やがて車種の整理を受ける形で生産終了となった。なお、当時の対抗車種は、ホンダ・タクトやヤマハベルーガなどが該当する。ネーミングは、ジュリアーノ・ジェンマからであり、彼が CM のキャラクターも務めた。なお、ジェンマはイタリア語で、宝石を意味する単語である。二代目にあたる、ウル250・ジェンマは、 排気量 249cc のスクータータイプのオートバイである。2007年東京モーターショーで初公開され、2008年7月28日に発売された。鈴木が先に販売する同排気量のビッグスクーターには、鈴木スカイウェーブがあるが、ジェンマの方が軸距が長く、全高が低い。これは2名乗車時の快適性を求めているからである。 同様のローロングのコンセプトを持つビッグスクーターにはホンダフュージョンやヤマハマグザムがあるが異形ヘッドライトが特徴的なフロントマスク、車体同色のクラッチカバーとマフラーカバーなどデザインは先行2車と比較して斬新である。二人乗りを意識して後席が他のスクーターに比べ座席の高さも足置きの高さも低くなっているため収納スペースは フルフェースヘルメットがギリギリ一個分であり、ビッグスクーターとしては広い部類ではない。こうしたビッグスクーターの収納スペースはシート下に設けられるのが一般的だが、ジェンマはシートの前に設けられており、そのため着座したままヘルメットを出し入れすることが可能である。2012年に生産終了。ありがとうございます。